任期満了に伴う橿原市の市長選挙はきのう投開票が行われ無所属で新人の亀田忠彦さんが4回目の当選を目指した現職を破り初当選しました開票結果です亀田忠彦無所属新当選2万1409森下豊無所属現2万143投票率は41.67%でした この4年間、亀田、しっかり頑張れという有権者の選択をいただいた、そんなふうに思っております、この結果をですね謙虚に受け止めて、しっかりと皆さん方のために、この4年間、頑張ってまいりますので、どうかよろしくお願い申し上げます現職と新人の一騎打ちを制した亀田さんは。 県議会議員時代に培った県や国とのパイプを生かして京奈和自動車道の整備を進めることなどを市民一人一人に地道に訴え現職の壁を破りました一方4期目を目指した現職の森下さんはこれまでの実績と新たなまちづくりなどを掲げましたが1000票余りの差で敗れました。 もうそれだけに尽きると思います悔しいです正直悔しいです私が足らなかった分この数字に表れてるのではないかなと思います申し訳ございませんでした